青森平野周辺青森平野は、青森市の中心部の大半を占める平野である。堤川、沖立川、赤川、沼川、新城川、柳内川など、大小様々の複数の河川が作り上げた、比較的小規模な平野である。縄文時代は、小牧屋遺跡や山内丸山遺跡など、数々の遺跡が存在することから、 当時の人々が生活していたことが知られる。ただし、当時の海岸線は、現在よりもかなり陸地側に入り込んだところにあったと思われる。その後も、海岸部には長らく湿地帯が多く残っていたと思われる。平安時代、ホタルザワイ石などで稲作が行われていた形跡がある。中世までには、いくつかの城観が築かれた。15世紀末頃に、南部の一族が、 つつみ家ほに入り、館を開き、後に、横内に移ったという。つつみ家ほ付近には、つみ宿と呼ばれる宿場があったと伝えられる。近世初期に、同地は、大浦市の支配に変わり、寛永年間、津軽信平により青森の町が開かれ、深沢及び外浜の中心地を兼ねる港町として発展する。江戸時代後期。 幕府の北方への関心が高まるにつれ、蝦夷地に向かう港町としての性格を強める。母親戦争の函館における戦いでは、新政府軍側の兵がこの地から出発した。1871年9月、青森町に県庁が置かれたのは、函館戦争がきっかけとなり、新政府が北海道への玄関口としてこの町を重視したことによると考えられる。 1891年の日本鉄道上の青森間開業1908年の帝国鉄道庁による青函連絡線開業1925年の貨車構想開始などを通じ本州北海道間の交通の中継点としての機能が次第に強化されていく1945年の青森空襲により 市街地の大半が、海人に返すものの戦後復興を遂げ、現在に至る。中世の青森平野は、堤々宿があるほか、農村、漁村が散在し、田畑が広がっていたと思われる。青森の町が開かれたことにより、おおよそ現在の青森駅付近から堤川の間に、市街地が形成される。明治以降、市街地は、東側の境町、波田。 南側の裏町にも伸びるが、現在よりも北寄りのルートを取っていた東北本線から南側の地域は従来通りの農村のままであった。昭和40年代に至り、市街地が東北本線を越えて南側にも大きく広がった。現在は住宅地や田んぼに利用されている場所がほとんどである。ありがとうございます。